はい。はい。どこ行った？はい。いたわ。びっくりした。真後ろにおりますが。はい。おりましたね。はい。というわけで、うん、やあ、ロアルのタイガトラです。はい。アルバイトジンノです。はい。今日は楽しくサティスファクトリーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日もやっていきましょう。というわけで、第105回目サティスファクトリーです。毎回そうやって数字言ってきますけど正しいの、うん、っていう毎回思うんですけどね。正しい正しい正しいと思い込むことが始まり。いやそれは良くない。それは正しいと言わないからそう信用できないからちょっとなんか食べよう、うん、このお湯も出ないこの星でやっていっておりますがいやいや間欠泉あるからお湯は出るはずお風呂も入っておりませんが我々は。いや沼があるから入ろうと思えば入れる沼で入んの地獄の環境やめなさい。ランランボーロ食べんの。え美味しいのに美味しいよね。トラもさっきイカの姿揚げを食べましたが、あとても美味しい。私それの辛いやつ大袋で買ってきてたんですけど、うんうん、なくなっちゃってあっという間に食い尽くした。そうあれはねもうちょっとたくさん入れるべき。うん、あんなすぐなくなっちゃう。そうなんですよね。ほんとすぐなくなりますよね。とっても許しがたい許しがたいそうね、うん、乱太郎さんこんばんや。いらっしゃいませ。こんばんはです。安定のフライング。あでも5分ぐらいなもんでしたね。全然全然今日はもう遅いぐらいですよ。うん、うん、まだおやつタイムだし今そうだったんですかハムハムさんもこんばんや。いらっしゃいませ。こんばんはです。はい。夜のナメクジレーシングとってもいい。光り輝く観客たち。いや並べられた雪だるまのことフェブラリーステークスを演出とても応援しています。というわけで今日は何をするかと言いますと、はい、我々は何をしていたんだろう。覚えてないんですか。さっきまでの戦いでもう全てを忘れてしまったちょっとねさっきまで荒神倒してたんで荒神の肉食ったせいで全部忘れたな。そうですね、うん、そうではなくてでアルミニウム工場の続きをやっていくことになるわけですけれども、あそうですね。なのでまずは列車に乗って現地に向かう。列車乗ったっけ。乗った乗ってきた。でさ神野さんが木に激突して落ちたりした。あ、そうでしたねその列車はどこ行ったんです。一旦解体したのかな。当たるから自動運転と。ああなるほどね。はいはいはい、うん、出勤です出勤です。誠一さんもバイヤーいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なのだこちらでもよろしくお願いします。なのだ今日も楽しくサティスファクトリーアルミ工場を作っていきます。ここなっすよ。ん？ん？こんなんすね。こんなんすよ。なんだこのひどいひどい土台は後でやるが透けて見える、ま、いやでもここカーブでさ上に上げてんな。そうなんですよね。過去の私たちがバカ。なんでこんなことをしたかというと、いや違うんですよ、この木がすごい邪魔なんで、うん、この下をくぐらせようとするとこうなっちゃったっていう感じなんですよね。そうですね。この路線をこの木よりも離して作るか。そうね、まあちょっと整備してもいいかもしんないです ね、ぼっちぼっちこの辺は。最序盤の鉄道なんでこの辺は。あーまあねまあねまあね。えなんか今放射線食らったなここ。え、うん、あここ本当だ。いつの間にウランが配置された。うん、あったあったあった。あ違うか、あっちだ。あ違うわ。あのウランの生肉がいる。えウランの生肉。うん
あれ今蜂と蜂じゃないや、雲と戦ってるのこれ確かそうでしょう。どこだ、あっとつえ、私石投げられたんですけど、あれ違ったっけ。あ、いたいたいた、なんか雲からも、ニュークホーク、雲からも狙われてるんですけど、ひどいな。ニュークホークってそういうことか。うん、もう雲おるやん。雲からなぶられ雲石当てられてない。さっきまで雲と生肉が戦っていたんですけど、今虎と雲が戦ってる感じです。そうそう、あちこちに戦いを喧嘩を売ってるんですよこいつが。雲、あ、さっさと向こうに行ってしまおう。うん、乱太郎さんがご神木に触れないようにって。そう、あれご神木だったんですか。すげえ邪魔なとこに木生えてんすよね、あれは邪魔。うん、新人登場って誠一さんがね、ニュークホックこんなとこいたんですね。ちらほら見かけますね。全然気づかなかった。うん、ここでいいのかな。あ、工場長走りだ。そうだ、思い出した。今日あれですよ、あの駅をなんとかしないとですよ。あー、駅ですね。今日も無事故記録を伸ばしていきたい。いや、そんな記録ありましたっけ。え、前回も無事故じゃない？前回はそうでしたっけ。そっか、うん、結構ね安定して無事故よ。いや、そんなことはないな。無事故？うん、かな。確かにここはねそんなに高くもないから、たとえ落ちたとしても死ぬことはなさそうです、うん、うわ、うん、ああそうだそうだ、これだ。そう、まだ来てないや。ライト、来たのだ。いらっしゃいませのだ。あれや、お水飲むのだ。よし、はい、到着。今回の計画ですけれども、うん、まあ、この一帯のどこら辺かに新しく駅を建てて、はい、でこっちに4階層に作られたアルミインゴットの、ラインに、うん、まあ、物資を搬入するわけですけど、うんうん、まあ、その搬入経路をまず決めてしまわないといけないなっていうのがあって。そうですね、このあれ、そう、これ、うん、前回ちょっとちらっと置くだけ置いて、うんうん、今考えてるのは3つここに、リフトがあって、でこの3つで下の3階層にそれぞれ、うん、まあ、送っていく感じにして、うんうん、で、この一番最上階の方には、そうね、最上階の方にはまあ例えばこういう感じで上の方を、うん、この上をコンベア流すみたいな感じで入れていくのがいいかなとか考えてます。なるほど。お水飲むのだ。ちなみにこの建物は、うん、天井はつくんですか。まあ、せっかくだからつけようかなって思ってますけどね。うんうん、そう、このそう、この建物と駅をもう一体化させてしまうっていうのも、うん、手かなとは思ってるんですけどね。そうですね。じゃあこの駅のここの高さをここに合わせたい感じですよね。うん、そうですね、どうせなら、うんうん、大工事だ。まずあのこっちの、あの、うん、建物側の方の搬入路をちょっと、うん、行くのを先にしようかなって思うんですけど、はい、うん、どうしようかな。まず一番上の階層を入れるところがここになるんですよ。うん、多分2メートルですよね、この高さになるんじゃないかな。そうですね、この高さだとちょっとあれよね、ギリギリ
ギリギリリフトの上か。まあありっちゃありか。ありっちゃあり。リフトの上通していくってことか。こういうことになるんですよね。まあ2メートル。でもこれを、ん？でもこれを高さをこれに合わすんですよね。そう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 。上を通す？上を通す。ただ通すとしても、例えばこの高さに、うん。まあ駅ができたとしてますけど、まあ、駅を作ってその駅からまず一旦倉庫に流し込むんですね。うん、だから4つ倉庫がまず置かれる形になるんですよね。うん、なるほど。そこからになるので、例えば倉庫を置いたとすると、倉庫の上の出口からここにこうやれば、うん、まあまあまあかなって思うんで。ああそうですね、うん、なるほど。まあまあまあ OK いきます。はい、うん、ただ問題は残りの3つどんな感じで配線するかなっていうのもあるんですけどねそうですね。でもまあちょっと狭いかな。うん、その辺はちょっと調節してやってください、うん、もうちょいこれ後ろ下げて、後ろ下げるか。向きを変えてもいいかもですけど、うん、いやまあそれもそうですね。向き変えたら全部向き変えるかと形になりそう。うん、柴田さん、列車から来る流れもあるしな。まあまあここはズープが使えるからまあよろしかろうよ、うん、1メートルでやってるけど。コンクリートなくなっちゃった。うん、何ありますよ。取ってきます。はいはい。3飛べねんかい、ここ今一旦電線をって思ってたとこだったのに。ああはあはあ、下飛んだら飛べなかった。一旦こっから上に持ってくる。これ倉庫開けようとするとシェンナにガンス開けちゃうんだよな、いつもちゃんと、はい、そこじゃないところをターゲッティングしてから開けてください。わかりました。十字に置くって生徒さんが。あ、倉庫ですね。そうそう、向かい合わせの十字もいいかもなと思う。十字？ああ。うん。そうすると、その倉庫に搬入するための駅から倉庫までのラインがちょっと複雑になりません？まあちょっと余裕を持たせて広さとって。そうね、それはそう。うん。あ、ここ、こう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 。3つ入れんでしょう。だからまあ考え方としてはこういう感じになるんじゃないかな。うん、あ、たけんちゃんさんだ。こんばんは。こんばんはです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。楽しく工場をやってますかあ、そっか、やってますか飽きてませんか。もうさ追い抜かれてそうじゃない。睡眠を削って多分やってたよ、だけんちゃんさんは。いや、さすがに追い抜かれることはないと思いますけどねもう原発立ちましたって言うかもよ。うそ1週間で原発プロならありえるか。うん、
恐ろしいよ。え、まだアルミ工場作ってんすかって言われるかアルミ工場も極めれば大変なんですからっていいね、このクラゲの足コンベア。何方向に行くのはいいんですけど、こうなった時に、うん、じゃあコンベアじゃない、倉庫をどう置くのっていう話になるんですけどね。これダメだな、これダメだな。一つはだって真正面に倉庫を置くことになるから、うん、倉庫を真正面にまず一つとなったところで、じゃあ倉庫かな、ロジスティックスじゃねえや、こうしてこうか。貨物っていくつでした？4。こうか。たけんちゃんさんがね、はい、重油始まってから進みが止まり始めたって。液体難しいですからね液体の処理どっちだ、これ逆か、こうかな。これ向き違くない？ん？違うね。逆だった？あ、いや、私の方が違ってたな。うんうん。後半の進み具合は規模感によりけりって、誠一さんが。うん。こうか。4。まあ！重油はね。落ちたくない。重油は複製産物の処理なんかも考えなきゃならないから。大変ですね。電気あってよかった。ちゃんと私、そう、天井裏に電柱を置いておいたので、素晴らしい素晴らしい、さすがです。でもそのせいで見どころを失ってしまいましたねさすがなのだああ。4機、1、2、3、4、ちょっと狭いか距離。え、タイガさん、これまだ仮置きですんで。うん、虎の方も仮置きです。あ、オッケー。もうちょい土台広げますね。了解。土台の広さをねちょっと測ってて、うん。え、これ逆？これ逆だな。なんでこれだけ逆？うんうん。たけんちゃんさんがね、仕事中に計算してたから配置は割といい感じにできてますって。いいね。わあ、悪いことを覚えてしまってる。これが真の工場長悪いことを覚えてしまってるよ。すべてを捨てて工場の配置と計算とに費やすんです。これが真の工場長。悪い先輩だよ、ほんと。神野さん怒ってたよ、モーズが。ほんと、え、なんでなんで灰高さんに怒られるの。虎に悪いことばっかり教えてるそう、何、え、教えてはないでしょ。ろくなことを教えないって言ってた。ろくなことをしないのはいつものタイガさんですけど悪いことは教えてないでしょ。どうだろう。ああ、これ結構いいんじゃない、この流れ。これは美しい配線になるんじゃないかな。にょん。うにょん。にょんにょん。トラちゃんぐれてしまったのってね。悪い先輩にそそのかされて。昔。チームゲームをいっぱい積んじゃってて。これはスチーマーなら当然ですし。タイガーさんはグレるというよりは昔から悪いから、グレていた。生まれた時からグレていた。村はね、すくすく育ったよ。すくすくグレた。反抗期など
認められずに。そうなんです、うん、反抗期なんてしたら命がない。ちょっと待った何その恐ろしい。我が家では我が家ではそうですよ。なんという。距離取りすぎかな。これはこれでかなり取りすぎですね。こっちこっちは、タイガーさんちょっとここ見てください。割といい感じなんじゃないかなって思うんですけど、うん、飛べねえんだ。あ、飛べた。あー、そうねそうね、多分これぐらいしか。4つここに持ってこようとするとこうなっちゃうかなって思うんですけど、他に何かありますかね。これもっとさ平行にならん。もっと平行とは分かる。このソワスっていう感じ。え、何平行とはコンベアを添えないのかな、これ以上。え、どこに。ここのさ、この隙間が嫌なんですよ、この。あーすそれ、ここ、これがこれが嫌なんです。これ、このこのカーブをこのカーブに沿わすことはできないんですか。なんかできた気はするな。いや、できなかった。できた気はするな、うん、でもそのためにはこのこのさ、この配置を調節しないと厳しいかな。広さをもうちょい取んないと。うん、なんかどっかとどっか合わせればできたんですよね。こうだったかな。いいねいいね、いい仕事です。でもちょっとまあカクついてるけど、本が多いな隙間恐怖症なんで。丸くしようとするとどうしてもカーブが出ちゃうから、うん、隙間はできるんじゃないんですかね。隙間がある。いや、これはしょうがないってこれがダメならさっきみたいなちょっとカクッとした感じになっちゃいますけどね。うん、そっか、こうよな、こうよ。そうね、無理か。ボールの位置を 0.5 メートル調整すれば。 0.5 メートルって人グリッドですよね。ちょっとな、これだったらさっきの方がいいな。あ、え、 0.5 メートルってもしかしてこれで。いや、できませんよね。コントロールキーを押しながらできるとかないですよ、ね、これか。やっぱ 0.5 メートルは1スナップの半分やで。え、そうな、これできるんですか。この間に入れるのちょっと無理だな。どうやるんだろう。隙間を許容するしかないのか。これでこれでしょう。なんかか、仮置きからの調整。ああ、仮置き、そうか、仮置き制度があった。なんだっけ、なんだっけ、ん、これこれか、はいはい、これだ。なんだっけこれ、ホログラム、そう、ホログラム機能。ム、ああ、うんうん、はいはい、これでコントロールキーをしながらか。おお、ヤホーね、すんばらしい。アリオンキでからのコントロールキーをしながらこう、エンターではない。ワクワクする。細かいな上から見ていますよ。こうか、うん、あー、まあこんなもんでしょう。いや、これでいいんじゃない。うん、何、あんまり嬉しそうじゃないその運はいや、これ精一杯よ。これ以上はもう無理ですよ、うん、最初よりはいい。まあ
細かいな、うん、十分よ。いや最初と一緒では一緒だなこれいや一緒ではないと思うんだけど本当多分あ一緒じゃない一緒あちょっと違うちょっと違うと思う、うん、なんならこれはあれかな逆にこだわりが話せばいいんじゃない、うん、間が空くならいっそ開けてしまえばいいぜなるほど逆の考え方ここでこう。うーむ。却下。これは却下ですね。どうやったかなさっき。難しいね、そわすって。うまくやればうまくできた気はするんですけど、偶然の産物感が多いかな。やると飽きすぎよな。なんだかこうだな。こうだな。こうか。よくないね。コンベア。コンベア取り扱い免許持ってない。たけんちゃんさんが職場で昇格して2週間で仕事中にゲームの計算をし始めました。悪い子。正しい工場長のあり方。いいと思う。それがどん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 悪化していくと次郎さんになっちゃう。そんなに悪化はしてないですけど私だってほっとした合間にやってるだけですからもう仕事を夢見てるような感じでこのくらいかな距離やめよ。タイガさんの言うことを聞いたのが間違いだった。ひどい。虎の提案は却下された。却下です。聞いたのが間違いだった。最初のやり方でよし。より良くしようとしたのにな。より良くなるけれども、でもちょっとコストが高い。このぐらいの距離でどうでしょうか。余韻じゃないですか。実際に、うん、あのコンベアつなげてみて、うん、様子を見てください。無理は出ないと思います、うんうん、あの駅の搬出口が2つあるじゃないですか、うん、この2つとも使って、うん、1つの倉庫の2つの搬入口へマーク5でつなぐ感じでお願いしたい。なるほど。これどっちが出てくるだ。これないのか。どっちでもいいのかな。これ出てくる出てこる。いやありますよね向き。この上のところに矢印があるのが搬出口。ああ緑の方。あ、どっちでもって上と下のこと？であとここら辺を消しまして、あとそう駅舎をこのビルと一体化させるんだったら、うん、その駅の置く場所もちょっと考えておかないとダメじゃないっす？
この駅のこっちの建物も一緒くたにして囲ってしまおうと考えているんですけど、うん、ああそうですね、奥行き的な問題をね、うんをね、セクション A はどのぐらいの位置まで行く？今これ B でしょ、うん、どれぐらいの位置まで行く？何個並べるんだっけ、多分組み立て機を8台だか10台だか縦に並べるはずだから、うんうん、これぐらい ?1,2,3,4,5,7,8 C セクションぐらい、そうね、うん、これよりも下回りぐらい、はい、違うな、ちょっとだけ2割ぐらい短めかな。なるほど、駅屋上に作る？あそれもあり、ビルの、はいはいはい、あいいんじゃないです、うん、屋根作るって言ってましたもんね、うん、なるほどね、屋上が駅、うん、いいんじゃないですか、うん、幅大丈夫？幅ね、まあいけるかな、割とキツキツじゃないですか、倉庫どうするの、この幅、うん、倉庫いけます？ギリギリまでこっちに寄せたらどうだろう、まあ無理そう、ギリギリいけるかどうかみたいな感じですね、うん、ちょっと試しに屋根作ってみましょうか、じゃあ、投げるんだっけ、で、おっとっと、これくらい、こういう感じ、まず仕事中に何食っとんねん。ミントタブレットですね。画像で見ましたけど結構大きい錠剤ですよね。うん、ちょうどいい感じですよ。ちっちゃいよ、でも1センチないぐらいですよ。ミンティアってすごい小粒だったイメージがあったから、うん、そんなに大きいんだって思って驚いたんですよね。真央さんどうもこんばんはです。いらっしゃいませなのだ。真央さんこんばんは。いらっしゃいませ。今日も地味な工場建設。地味うなし。どう見ても派手じゃないでしょう。この幅。こんぐらい。まあちょっと置いてみてくださいよ、じゃあ。こっちに寄せたらいけそうな気はするけどな。まあギリいけるかなどうかなって感じですね。無計画にやってる割には。サリチさんもこんばんはです。いらっしゃいませなのだ。サリチルさんもいらっしゃいますか。うん、サリチルさんもこんばんや。こんばんは。なんかどうしたん。いや人の工場建設見て楽しいのかなって。楽しいよ、ほんと。いつも来るけどほんと楽しいな。し大丈夫だから安心しろ。いや全然安心できない。自信を持って自分の面白さに。自分の面白さっていうかサティスファクトリーの面白さなんですけど。床の傾斜が急すぎます。ああそれは足りてないってことね、まあ、そっちはまあ後回しでいいですよ。問題はここがどうだい、いけるんかいっていう話よ。ちょっと太陽さん、じゃあ適当な位置に倉庫を4つ配置してここにつなげてくださいよ。これ4つ目どうすんの。じゃあ
あーそっか、あーいや、うーん、いや、うーん、そうか、もう外じゃなくていいんだな、そうなると。ここにしよう、1個、2個、3個。一つはこっち向き。あ、パズルゲームっぽくなってきましたね。